温度計。温度計は温度を測定する計器である。温度変化に伴う物性の変化等の物理現象を利用して温度を測定する。一般的に温度を測るものは温度計と呼ばれるが、特定の用途に応じた名前を持つものもある。体温計等。J. ルレション、ジーン・ルレッキン、1591年頃から1670年が1626年に、 サーママターという言葉を使っており、これが英語に翻訳されたのが語源と言われている。日本では古くは、寒暖症候、原音管、原音記、原、厚子、原音表、干書針、観干針、観書干表などと訳され、1880年代から福沢諭吉の物理学に関する著書で採用されたのをきっかけに、観覧系というが定着したが、 第二次世界大戦中に、寒暖計は正確には温度を測定する器具である、という理由から、温度計と訳されるようになった。温度計は大きく分けて、一次温度計と二次温度計に分類される。一次温度計とは、熱力学温度と直接対応する、物理量を測定することで温度が決定される、温度計のことであり、温度標準の決定に用いられる。例えば、 理想機体の状態方程式 PV イコール NRT において圧力と体積物質量が求められれば温度は一位に決定される。一時温度計の特徴としてこのように物理量の定義から温度が導かれるのでこうという概念がない点にある。温度標準、温度メモリは国際的な取り決めとして温度域ごとに定義式が定められている。 それに対して二次温度計とは、温度との対応が明確に関連付けられた別の量、電気抵抗値や液中の高さ、出力される電圧などを測定することで温度を求める温度計を指す。一般に流通しているほとんどの温度計は、この二次温度計に分類される。二次温度計は一次温度計で決定された温度を、基準に温度計に値をつける構成作業が必要である。 一時温度計を用いて熱力学温度を決定する作業は専門的な設備が備わる研究施設で行われる。そこで温度標準が決定され、それを基準に二時温度計が構成される。その他簡易な温度計として温度に応じて色付きの数字が液晶で表示される温度計があるサーモテープを参照。温度計の歴史の初期においてはそれぞれの温度計で メモリが異なっていた。日本では、気象業務法及びその解放令により、公共的な気象観測には、検定に合格したガラス性温度計、液中温度計に同じ、金属性温度計、バイメタル式温度計に同じまたは、電気式温度計、金抵抗体温度計に同じを用いることとされている。これらは、引く、摂氏50度、ガラス性温度計は引く。 摂氏30度でも可摂氏50度において、所定の性能を発揮しなければならない。ガラス製温度計の感音液としては、公的な観測用としては、主に純水銀が使われ、一般の用途には赤色に着色した灯油などが用いられる。校舎の液の素性としては、ペンタンの異性体や、その混合物、内種トルエンが推奨されている。特殊な構造のものとしては、ガール。なお、 防災管に用いられるガラス管は、気象観測に用いることができるほどの精度と、強磁安定性等を有するものが、日本では製造できず、ドイツからの輸入に頼っている。温度メモリについては、全付け没温度計と付け没線付け温度計がある。付け没線付け温度計は付け没線以下が、測定対象と等温であり、線以上が、室温、摂氏20度であることが前提であり、 全月没温度計は、キューブから液中端までが、測定対象と等温であることが前提である。前提と異なる測定方法をすると、赤液温度計では、約摂取5度近くの補正が必要になる場合がある。金属性温度計は、幹部にバイメタルを用い、その温度変化に伴う変形を、指針の動きに変換することによって、温度を測定するものである。 バイメタルの材料としては主にアンバーと王道との組み合わせが使われる。構造が簡単で安価なため、家庭用としても普及している。指針とメモリータによって気温を直接表示するもののほか、指針の代わりに記録ペンを駆動し、全イなどの動力で回転するドラムに巻かれた記録紙に温度の時系列を自動的に記録する直式のももよく使われる。 使用にあたっては、ガラス製温度計による構成が必要である。許容される気差は、摂氏1.0度である。電気式温度計は、発金の温度による、電気抵抗の変化を検出することによって、温度を測定するものである。自動、遠隔観測に適するため、現在、気象庁をはじめとする多くの機関で主力となっている。幹部に用いられる、発金線、抵抗体は、 摂氏0度において抵抗値100オームの PT100 規格のものと定められている同条件で抵抗値50オームの PT50 を用いる国もある。許容される気差は摂氏0.5度、幹部のみについて摂氏0.3度である。電気式温度計には温度によって有電率の変化する寒温帯を有電帯に用いたコンデンサの容量の変化を検出する方式のものもあるが、 小型軽量な反面、耐久性や測定精度にやや難があるとされ、現在は使い捨てが前提のラジオゾンデ用としてのみ認められている、許容される基差は0.5または摂氏一度、測定範囲により異なる。家庭用、教材用としてはサーミスタを用いた簡易な製品もあるが、特に常時観測に使用する場合、通電に伴う、 自己発熱による誤差を生じやすく、耐久性も実証されていないことから、公共的な気象観測には用いられない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。